ベンチに帰るときにこう交差したときに何か話すかなと思ったら全然両方ともそっぽ向いてました。向いてました、ええ。なかなか稲尾さんうまいじゃないですか。ああ動きいいですよね。ね、含むあれをしながら三塁側のダンクアウトへ戻っていきます。清原のなかなか軽快な守備、そしてこの清原と桑田の微妙な心理をマッチはうまく見逃すことなくダンクアウトの中で見つめたんですけどもね、やはりあの急速にこう押されましたよね、はい、だからもう一つ面の球の見極めというか、そういうものはまだこの落合自身ね、取れてないみたいですね、はい、なるほど。その点は伊藤も知ってると思いますが、これは同じ強い当たりでしたが、清原がっちり守ります。清原です。この回ドラゴンズは1点止まりであります。左の上の星野監督の表情は当たりは良かったんですが、清原本当に無難にさばいています。これもいろんな人がやってたんですけども、バットして実際にやって初めてじゃないですかね。初めてね、はい、あるんですよね。もう一つやります。さあ清原一塁は記録は内野安打ということなんですが、このサード清原ですね。でも警戒して前に守ってたんですけどもね、それでやられてこれセーフになるんですから、明日もまたやられるんじゃないですかね。ただこうまっすぐにこう来ましたね、もう少し膨らんで、送球を意識しながら、そうですね、そうすればこういうジャンピングスローをしなくてもいいように投げれたんじゃないか。ちょっと警戒しましたかね、これはね。さらに久慈が送りまして、ワンアウトはランナー2、3塁ときっちりとした、またここも形を作っていきますね。そうですね、これはもう堅いですよね、この辺は。はい、チャンス広がります。そして3番の高知の時にこの形がベストでしょうね。セカンドランナーに置いて、それで1番からのこの左3人を揃えたというね。なるほど。ここに今上原が一番神経を使うと思いますね、このイニングは。上げてしまってはいけない福留。清原ファールボール。今日はそれと影福さん、はい、三塁方向のファールボールというアウトが中日多くないですか。ですからあの先ほど言いましたようにバッターにその 1,2 の脳を作らせない周りがすごくうまいんだと思うんですね。それでやっぱちょっと遅れちゃうんですから、遅れると差し込まれてるんだと思うんですね。差し込まれ、その分そのサード方向に